ありがとうございます。初日占いあり、紙なし、初日フルオープンなし、あとはですね、2日目以降はこう、チャットでですね、一人目の人が喋っている時に占い結果をチャットで報告してください。その他のチャットは基本的に禁止になります。大丈夫でしょうか？はい、真面目に命を懸けて人狼をしたいと思っております。じゃあ皆さん命を人狼にかけていただけるようなので、このままゲームの方スタートさせていただきますね。そんな感じでいいんじゃないの？まもなくゲームスタートです。身分を確認してください。夜が来ました。目を閉じてください。まあそれぐらいの気持ちでやってほしいわ、やっぱり俺は。強いの来たね。俺マジリアルで命削って配信してるからな、人狼に。黒出してほしいな。最近特攻も結構あるからね。ハンタースライドはあんまり好きじゃないんだよな。でもやってみてもいいんだけど、やっぱ一周無駄になるからな、考察。実際強靭出るし。大丈夫、ご飯食べた。今日すき焼きだったよ。 e スポーツ化してほしいね。朝が来ました。命削って配信見てる。いいね、命かけてるな。誰も死にませんでした。一番のプレイヤーは発言してください。発言してください。はい、皆さん一日目の朝おはようございます。村人陣営です。特に使用ないですね。そうですね。特に話すことないんですけど、まあ俺のポジションはすらないね。そうだな。名前でちょっと突っ込みたくなるようなところ。7番さんハイゼンベルグ、どこ生まれなのか聞きたいですね。ゼリー好きなんですけど、ゼリーなんだろうな、これちょっと5番さん気になるんで、ここら辺ちょっと怪しいかなっていう感じですね。で、2番さんのアーゴマイル、顎がマイルなのかな、顎が1600、なるほど。ということで2番さんに渡します。こいつマイルの知識を使ってきたぞ。発言してください。はい、2番のアゴマイルです。アゴが1600もあるわけないですよ。バカなのかな。はい、一番さんがすぐりしてるんですけど、これを好印象と捉えるか、どういう印象で捉えるか、人それぞれだと思うんですが、お前ヘロヘロやけど大丈夫か。狼でも村でもできる行為なんで、どっちでも見れないです。はい、そうですね、雑殴りしてもなんか意味ないかなと思う。というかそういうの元気がないんで、はい、次回します。2巡目からね、しっかり考察していこうと思うから、お願いします。3番さんどうぞ。こいつやばいぞ、ちょっと。3番のプレイヤーは発言してください。おはようございます。おはようございます。占い師カミングアウトさせていただきます。4番さん占って白でした。まあ、占い理由としては純粋にセオリープラス、まあ、正規ニコニコと、俺正規が嫌いなんでね、占わせてもらいました。ということでして、まあ、1番さん、2番さんのまず発言を聞いてみて、1番さんがちょっと印象に残ってたのが、名前で雑殴りしたいと言った割には、9番さんの名前に触れなかったと。確かにちょっと怪しいですね。怪しいですね。9番さんの多少恐怖症、ここは明らかに触れてもいい位置ではないでしょうか。あと、まあ、試合開始前にガチ部屋ですか、命を懸けるという、まあ、発言があったんですが、いつ命を懸けていないと、さっなんですか。むしろこれ命をかけてますよ。まあ人狼の由来が、まあ、江戸の中期とある村で、お前本当に喋る時間長えな、まあ、とかそういうちょっとあまり言いたくないようなあの伝説から由来になっておりますので、全然命かけてもらって構いません。むしろかけましょう。もうかけてない人はもう村人じゃないかもしれないですね。そうだよな、の意見だと思います。俺もそう思うわ。ということでして、まあ、実は人狼の由来は吸血鬼伝説などの人狼ではないということを把握していただきたいなと思います。何吸血鬼伝説って知らないんだけど、こいつ気持ち悪いわ。知らない知識言ってきた、気持ち悪い。発言してください。
皆さん、こちら、セイキン TV のセイキンです。またしたな、俺がスネークだ。スータン錦、ありがとう。私は、村人ジニーだ。そして、まあ、一巡目で、まあ、スータン錦が、まあ、占い使用したということで、まあ、これから5、6、7、8、9、まあ、どれかがまた、占い使用してくると思うが、まあ、そこで、どうなるかは、まあ、まあどっちにしろまあ多分この人数的に勢い落ちてるやん。最終的に余るから勝てると思うんで、まあよろしくお願いします。最近の声聞いたことねえわ俺。プレイヤーは発言してください。一番さんの雑なぐりに関してなんですが、僕のジェリーというのはジェリービーンズというお菓子から取ってます。あとですね、一番さんの雑なぐりに対して二番さんがガチの殴り返しをしてたので、ここのラインはないと思います。4番さんに、うん、まあ、片白なんですけど、雑殴りすると、セイキンさんって YouTuber なんですけど、ニコニコってついてるんですよね。ニコニコって、ニコニコ動画ですよね。これ破綻してますよね。これ黒ですよ。はい。と思います。まあ、それは冗談はさておき、うん、1、2ラインないことと、まあ、6、7、8、9で、まあ、占い太鼓が出ると思うんですが、真面目じゃん。まあ、占い師ではありません。村人陣営です。うん、グレー考察に関してっつっても1、2しかいなかったもんね。うん、1、2は LINE つながってないと思います。以上です。6番のプレイヤーは発言してください。そうだな、まあまず使用はない。うん、そしてあの一覧が9番の名前に触れなかったのは疑問だな。確かに、あ、名前で言うと一番印象的な名前なのにな。で、グレーを殴るとするならば、別に特に殴りたいとかもないんだが、まあ、1級のライン、もしかしたらあるのかなと。あえて殴らなかったのは、あの仲間だから殴れなかったのかと考えている。で、2番が発言少なかった印象がある。まあ、1周目っていうのもあるんだろうが。3番が人狼について語って、人狼の伝説について語っていたが、それ以外内容がなかったので、3番、案外黒あるんじゃないか。考察してないぞ。貴様、吸血鬼か？何？ディオだと？貴様、ディオか？貴様、3番、ディオ。吸血鬼、つまり人狼だな？人狼は貴様、見えているな。どうしよう。7番。声真似生主やった。発言してください。発言してください。はい、7番、ハイゼンベルクです。よろしくお願いします。1番さんの雑なぐりに回答すると、私は名前、ドイツの物理学者さんから取ってます。へぇー。まあそうですね、回答をすると、まあ、そんな感じで、先ほどから9番さんの名前に触れないという話してますけど、9番さん、がっつり触れさせてもらうと、命を懸けて人狼するのに、着床を恐怖してる場合なんですかね。そこを命張ってもらわないと困ると思うんですけど、はい、なんかもう9番さん、殴りやすい位置に、あ、雑殴りですけど、そういう位置になっちゃったんで、そうですね、他の人もグレー考察したいんですけど、初日なんでね。そうですね、まあ占い師対抗出るとしたら8番さんしかないね。9番さんが8、9になると思うんで、まあ2周目また考察落としていければいいなと思います。普通だな。以上です。8番のプレイヤーは発言してください。すいません、ちょっと禁止把握してなかったです。すいませんでした。さすがダメかと思った雑談も声ちっちゃ。失礼しました。自分なんですけども占い師です。で、セオリー通り 左隣を占います。9番が白でした。そうです。はい。声小さい。すいません。9番さんが白でした。大丈夫ですかね。9番のプレイヤーは そんだけ8番。ちょっともうちょっと喋ってほしかったな。まあ、個人的な感想として、まあ、1番が私殴らなかったっていうのもあるんですけど、順当に殴っていって、反応としては、まあ、2番、7番はさらっと鳴らしてるけど、流してたけど、5番がちょっと長いこと反応してたかなっていうイメージです。あと6番がまあ、便乗して、その、私の名前に触れなかったっていう殴っているのが何とも言えないとこだったなっていうとこなんですが、8番、占い師で出んのか、
なんとも言えないな。このままだと8番さんちょっと新芽取れないんでね、まあ、マイクのボリュームもっと大きくしながら、まあ芯だったらもっと新芽取れるように頑張っていただきたいところですね。まあ、もちろん、もう一周あるんでね、皆さんの発言聞いて、私もう一回発言あるんで、そこでどこが怪しかったかってちゃんと考察伸ばせるように頑張りたいと思います。1番のプレイヤーは、でいいんじゃねえか、発言してください。発言してください。はい、2周目ですね。3番さん8番さん占いで、3番さんが4番に白出し、8番が9に白出しですね。把握です。で、3番さん6番さんの答えだけ答えときますね。9番さんの名前に触れるとちょっと18禁になっちゃいそうなので、触れなかった、それだけですね。うん、はい。まあ2番さんが私を軽く殴り返してきたんですけど、まあ村目の感じではあるので、まあ若干白目かなっていう感じはしますね。体調悪そうなんですけど。で、まあ今日はグレーズリーからなるんで、残りの5、6、7、どこかなーって感じで考えたときに、正直1周目色落ちなかったっていうのが正直な感想ですね。で、どこ黒いかなってなったときに、正直どうかな、ヤギっぽさで白目取りに来た、まあ、本当に無色目に見えて、で5、6が若干少し黒いかなっていうのは感じましたね。1周目の率直な感想で、8番さん新占い師だったらもっと考察というか、あの話して、グレー考察を落としてほしかったっていうのは正直な感想ですね。以上です。黒あるな。1番プレイヤーは発言してください。はい、2巡目だね。7、8はもっとね、考察を落とせるはずな位置なんだけど、全然落ちてなかったから、ちょっと、そうだね。あんまり白目では見れないかな。で、5番に関して、5番だったかな。5番が、この後占い、なんちゃらって言ってたな。17とかもありえるな、1、2、17。そういう発言にも取れるのかな、とは思ってる。まあでもそれは、まあ、ただ単にセオリー通り。まあ、2人出るっていうことを加味してのことなんかなと思うから、まあそうだね、微妙なとこだけど、単体で語学よく見えてるとこはある。ラインとはどこともないで、片白なんだけど、ちょっとまあ4番が黒い。そうだね、今日 SG、そうだね、1番さんも発言伸びてるから、ちょっと元気ないから、あんまり触れないから、ほんと元気ないな。1番さんは発言これからも伸びそうだから残していい位置だと思う。で、5、6、7は伸びないから、今日は、グレースケールだと5、7、6かなと思ってる。5はなんか発言はしていたけど、特になんもない、ね、印象としては。4、3、そうだね、8が偽っぽく感じちゃうから、9の白も、その相対的にどうなんかなって思っちゃうこともあるけど、そうだね、今日は、576のグレースケールで、この後の発言でグレースケールが変わるかもしれないけど、そんな感じでいきたいなと思う。もしあんた信用があるんだったら出てほしいと思う。以上。3番のプレイヤーは、あんた信用ないんだよな。はい、こんにちは。八幡さんの対抗信用を把握しました。まあ八幡さん2世ですね。まあということでグレー考察やっていきたいと思うんですが、まずは6番さんの発言が1と9のラインがあるのはまず便乗ですよね、5番さんの。そして2番さんの発言が少ない、これもまた5番さんの便乗でして、唯一触れていたのが3番についてなんですよね。また5番には触れなかったんですよ、これおかしいですよね。まず5、6ライン、3番に触れるというのはまず村目線ではなく、今のところ6番さんの時点では1人しか出てないんですよ。新確定の可能性もあるのに、わざわざ3に触れるというのがまず6番さん苦労要素一つありますね。7番さんは純粋に発言が伸びていなかったです。ここ色が見れてないので、3位置としては上がってくるかと思われます。そして1番さん、5、6、黒部で7無色って言ってたんですけど、一切理由を挙げておりません。とりあえず誘導したい狼にも見えますね、これ。逆に2番さんは村目も上げつつ、まあ、5、7、6で5番さん発言伸びていたけど考察が落ちていなかったという、ちゃんと黒要素も上げているので、2番さんは残していいだと思いますね。まあ、あとそうですね、まああとはまあグレースケールを上げるとするんだったら、順番としてはそうですね、6、1、7ですかね。まあ純粋に釣りの最終的なあの発言量的
に考えるのであれば7、6、1の順番ですかね。発言量が少ないのは圧倒的に7番ですね。村ならもっと考察伸ばしてほしいなと思います。純粋に釣りたい位置では6番ですね。まあ6、7どちらか釣れたら嬉しいなといったことです。以上です。まあ5も黒いけどね。そうだね。発言してください。またしたな。まず8番がもし旬ならばちょっと内容が薄すぎる。これでは新芽では見られないな。そして3番も言っていたが7番内容がクソだな。うん、正直もうちょっと喋ってほしかったという心残りはある。そしてまあそうだな、1番は確かにまあ分かりやすかったし、まあ、ちゃんと内容をしっかり整理して喋っていた。これはまあ素晴らしいんじゃないかなと思う。なんでまあ僕も7か6それかまあワンチャン5持ってもいいし、まあそうだな、まあ安定のグレー釣りからまあグレーから行った方がいいんじゃないかなと思うんで、5、6、7まあどれか行ってほしいなとは僕は思う。これで以上だ。5番のプレイヤーは発言してください。1と2に考察が伸びてないと言われてたんですが、自分目線グレーが1、2しかいなかったんですよね。でその1、2に対して殴り合ってたので考察の、ここはないないってちゃんと考察落としてるんですよね。そこに考察落ちてねって言われたのは9-1ちょっと黒目、自分目線上がってます。で2番さんに言われた占い太鼓が出ると思うっていうのは普通に占い1とかいう5も黒いね、ありえないことなので普通に出てくると思うって言いました。俺が黒にされてるのがマジでびっくりしました。1、2グレーしかいなかったのに9番さんが特に黒く見えてますね自分今。あとまあ8番さんの白ですなんですが、まあ新芽には今のところ見れてないので2日目の発言をちょっと聞きたいですね。で新芽、新なら新芽を上げてほしいです。で自分は6、7に入れておいて。4、5黒あるな普通に。発言してください。そうだな、まず2番勝手に5、6、7あたりを発言伸びないから釣っていいみたいな発言はちょっとどうかと思うと感じました。発言伸びるか伸びないかは君が決めることじゃなく僕が決めることなんですよね。はい。なんで勝手に伸びないから釣っていいっていうのはおかしいです。伸びねー。2番があの雑な殴り方、あもうむしろ釣り誘導とも言ってもいいような発言なんで、2番は全然僕は黒く見てます。発言稼ぎのようにしか思いませんでした。発言量が多いからそれを白で見るっていうのはお前だよ。完全に村としてはその脳死として脳死の行動なんですよね。発言量というよりは発言内容で考えるべきことで、あの昨日3番殴ってしまったのはあの無駄な話してたじゃないですか。なんでついつい殴っちゃっただけで別に3番を偽で見てるとかそういうことじゃないんですよね。はい。なんで僕はもう今日個人的には2番に入れたいと考えてます。はい。6番黒いな。発言してください。はい、僕も発言が伸びないという話なんですけど、なんだろうな、なんか発言量とか発言が伸びない、しかも初日の1周目でなんか釣り位置に持っていかれるみたいな、正直この村が初めてで、そういうなんつうんだろうな、クソですねみたいなこと言われるとか、正直ほんと1周目でそれすごい心外だったんで、もうそうですね、まあ明日以降落ちそうと思ったけど釣り位置になってるんで、まあ、今日言うなら8番さんが9番に白出ししたときに9番さんそれじゃ新芽取れないよってすごい過剰な反応してたように見えたんで、まあ黒で白出されて新芽に持っていきたいっていう、なんか最初の反応でそう見えたっていうぐらいですかね。正直僕、いや自分が柱になるわけじゃないですけど、ハンター言っとこうか。発言の見合いで結局信用されないのかなと思います。8番のプレイヤーは発言してください。初日でそうですね、意見伸ばせなかったのは本当申し訳ないと思いますけど、自分が本当に死んで、ちっちゃい声が。これ聞こえてますかね、すみません、ボリューム大丈夫ですか。それで、あと初日の1巡目の話なんですけど、まあ、みんな別に名前に触れてちょっと冗談交じりで喋ってただけなので、そこで意見がどうとか話じゃないと思うんですよね。だからそれで5、6、7番さんが結構叩かれてるのは自分としてはちょっとよく分かってないです。なのでその辺殴ってる2番さんにヘイトが集まってるのは別にあれですね、別に釣り位置としても別にいいんじゃないかなと思います。
9番のプレイヤーは、うん、まあ占い師で言えば僕は3番が真なんじゃないかなっていう風な印象を受けました。まあなんで私グレーで考えてもらってもいいんですけど、今日はね、まあ6番と7番の自己防衛がね激しいんですよ。まあラインがあるとしたら1217かなっていう風には印象を受けたんですけど、まあ1番結構軸になってるなっていうのは、あと45、まあ4は片白だからいいんですけど、まあそこもあるのかなっていう風には一瞬思いました。まあただ6番単体で黒すぎなんだよな。2と6どっちが黒いって言われたら絶対6の方が黒いと思うな。まあ12っていう風な話さっきしたんですけど、個人的にはまあ6が黒いな、まあ、7も黒いなっていう感じですね。まあ入れるんだったら6か7がいいんじゃないかなっていう風に思いました。そうですね、あとはまあ8番さん、あのボリュームがちっちゃいんで基本的にもっと上げていただきたいなと思います。明日ね、まあ私割と3の方新目には見ているんですけど、発言から考えて、もし新なんだったらもっとボリューム上げてしっかり意見を落としてください。いや、意見はちゃんと言ってた。投票を始めてください。ありえん、オラじゃないべ。七釣りかな、どうしよっかな。こっちのがラインあるんだよな。6番のプレイヤーが選ばれました。ん、明日使用するよ。6番のプレイヤーは発言してください。侵害だな。自己防衛なんだそれ、当たり前じゃないか。市民が釣られたくなくないと思うのは当然のことじゃないのか。で、9番はなぜ私に入れてない。自己防衛と言いつつ意見がおかしいんじゃないか。で、うん、1級疑ってくる分には全然。それ以外、何黒、発言が2と6で黒いけど何が黒いか言ってないじゃないか。9番、黒いという思うなら黒い理由をあげない自己防衛が激しいでよくないか。で、あの、何 ?8 に白出しされてるけど、なんか、8を偽で見てる。その発言はどうかと思う。なんで？自分はあくまで市民ですよみたいな、そういうアピールが9番全然黒く見えるぞ。そうか。夜が来ました。目を閉じてください。どうしよっかな。6黒全然あるんだけど、7黒も出てきたな。1と7ラインないってなってんのか、これどうなんだろう。2345。朝が来ました。67でもあるか。昨夜死んだのは8番。9番のプレイヤーは、はい、8番紙ということで、そうですね、まあ4も若干黒くなったのかなと思うんですけど、6番はまあ結局、5白、はい、わかりました。そうね、これは3釣りになるのかな、今日は。4番黒くなったな、これで。ぶっちゃけ46とかの黒もあったろ、これ。まあ、45もあるのか。うん。まあ、ただ今日は3番でいいと思います。で、7番の黒もな、票が4票だったんで、6番が。7の黒もあんのかなと思うけど、もっと発言で色見たいですね。うん。昨日言ったように、12のライン、もしくは17のラインって言ったんですけどな、1が7に投票しているっていうのがね、まあ、どう捉えるかってとこもあるんですけど、今日はまあ3番釣りになるでしょう。皆さんの発言もっと聞かせていただきたいです。4黒っぽいな、でも。1番のプレイヤーは、発言してください。発言してください。そうですね、9番さんのおっしゃる通り、今日は、3釣りになりますね、これは。んで、7番に私入れさせていただいたんですけど、最後の7番の発言からすっごい黒く見えちゃったんですよね。
で、単体で見たら確かに6番黒いなって思ったんですけど、うん、私的には6より7の方がさらに黒いっていう風に見えちゃって、で単体でも6、7黒あるんじゃないかなって正直今の感想では思ってます。ただまあ6白の場合も可能性的にはあるので、 PP 布石のためにちょっと3番さんするような流れにはなるとは思ってます。14とかありえる、うん、そうですね。はい、いやこれ困ったな。プレイヤーは発言してください。はい、おはようございます。まあ、今日はね、91番さんが1通り3番強いです。6番さんがウィレゴンがかなり、うん、なんか形上で9番さんしか攻めてなくて、うん、黒釣れてんのかなってちょっと思ってるけど、まあまあ、2way いるという前提で、まあ、一応考えていきたいと思います。1黒いな、割と。そう考えると、まあ、4も黒全然あると思うし、そうだね、うん、4あると思って、こうはな、どうだろうな。うん、2周目発電伸びてたから、なんとも言えないから。16のパターンもあるね。神先見てって感じなんだけど、そうだね、ハンターいるんだったら出てきた方が良かったかな、うん。ハンターいるんだったら出てきてほしい。うん、今日は3番ついたね。うん、その後紙先見て決めようかなって思う。2白い気するよな。のプレイヤーは発言してください。おはようございます。おはようございます。まず5番白でした。そして占い理由からなんですけど、6番さんの昨日の論での発言、まあ8、まあ明らかに9番しか殴ってなくてグレー考察を一切残していなかったですね。うん、その村としてはグレー考察ないっていうのはもうほぼほぼありえないと思って、普通に6番さん黒って考えたときにラインをつながっているところ、ラインがつながっているところはどこだって考えたら、まあ、61ライン65ラインが見えていたと思ったので5番さんラナーさせてもらいました。5番さんが単純に3番さんなぜ4番さん殴らないのっていう発言をしていたので、いや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 俺3番4番占っとるぞということでおかしな発言がまでだったので5番さんラナーさせてもらいました。そしてまずハンターさん、今日は出なくていいと思います。なぜかというと今日は3番釣りの盤面だからです。ここでハンターが出られると噛まれて撃たれる、撃てない、4の白目を上げてく、ハンター出たところでなんですよ。正直言ってハンター出て噛まれたらもうどうしようもなくないですか。撃てもしないし、そんなん出して出し損じゃないですか。ということでそれを言った2番さん黒目上がってると思います。しかも2番さんの意見単純に9番さんの便乗しかしないですね。そのハンターさん、ハンター出す意見以外は新っぽいんだけどな。2番さんがものすごく黒く見えましたね。なので2番さんが普通に黒い位置だと思っております。自分目線4、5は必ず白なので、なぜ村の皆さん自分シーンを置けないのか考察お願いします。4番のプレイヤーは三進か、発言してください。またしたな。まあ今回は3釣りがまあ普通だろうな。そしてまあ6番ちょっと死んでちょっと切れてたよ。まあ草生えるなこれは。まあなんで6番まあ切れてたかはまあ確かに死人っぽいな。まあ死人の話はまあどうでもいい。まあそうだな、僕が見ているライン的にはまあ17とか15、まあ1は多分入ると思うんだよ。まあ理由としてはまあ発言の箇所に、うん、まあちょっと止まったり、まあ声が裏返ったり、最終的に早口になったりと、いろいろ怪しいところが入っている。4黒いやん。一番が怪しいと考察している。まあそれぐらいだな。まあ9番もあり得るけど、1715が怪しいんではないかと思う。まあ今日は3番で。42あり得るぞ、それ。どうしよう。5番のプレイヤーは発言してください。自分3番さんなんで4番さん疑わないのっていう発言は正直一切しておりません。把握漏れかわかんないですけど、で僕目線めっちゃ9が黒いです。なんで初日で俺をなんか殴ってきたんだろうと思って俺 1,2,3,4 しか出てない状況で本当に、ちゃんと考察したと思うんですけど、なんで俺殴ったんだろうと思ったのと、うん、8番さんを噛んで漂白がミスあえてしたのかなっていうのを、考えています。で4番さんに関してなんですが、まあ一応、3番さんに白出しされてる同士なんですが、どうなんだろう。でも考察なんか落としてるっちゃ落としてるんだよな、うん、まあでもちょっとまだ色はそんな見えてないですね。5村かな、これは。これはヘイト向いてるんですけど、普通に912の方に1ウルフぐらいいるんじゃねって思ってるんですけどね、自分は。まあ3番さん釣りでいいと思います。
うん。7番のプレイヤーは漂白は弱えよ。発言してください。はい、今日3番さん釣り安定で、それはいいと思います。そうですね。僕が昨日殴ったのは9番さんで、そうだな。もう最後に話すから全てが便乗って言われるかもしれないけど、結局漂白網の線もあって、7黒いな。気になったのが僕を殴ってる人、結構僕ってかなり怪しい位置にあったじゃないですか。17っぽく見えてきたな。発言量的にはね。発言量って皆さん言われるんで。そしたら1番さんだけは僕を殴ってるって状態で、なんだろうな、こう、僕に無理やり殴らないことでライン結びつけて僕を明日残して、って考えてるのかなとか勝手に思ってますね。だから、そうですね、僕が1番さん別に白って見てるわけじゃないけど、僕に対して殴り入れてるっていうのは、うん、逆に白いのかなとか見てます。それ以外の人はもう1黒いよな。7番ちょっと黒いぐらいでフラットですね。よかったハンターで。でもな4黒と見て囲ったっぽいんだよな3は。3番のプレイヤーが選ばれました。5が噛まれるかな、そうなると。3番のプレイヤーは発言してください。では、遺言残させてもらいます。ここ、自分釣りで全然よかった。裏目線、自分の審議は、グレー噛むな、これ。2噛みだと思う、俺。でいます。ということで、まあ、グレー考察をやっていきたいんですけど、7番さんが、1番さんが殴ってきたことによる白目が上がったと。発言されてたんですが、まあ、17ラインが純粋にできたなという印象しかありませんでした、まあ、逆に72のラインとかはないのかなと思います。まあでも自分的には6番黒もあると思っているので、6番黒だと思った時のタン黒が1で、最も純粋にライン云々を置いておいて黒い位置が2だと思ってます。臨場しかしないんで、ね、2番さんは。そして明日必ずハンターさん出てください。ハンターさん出てください。なぜかというと、ここ全員が全員怪しい状況です。3と8の審議、村目線ついていないので、まあ1からだよね、釣るのは。怪しい状況なので、グレーであれ、片白であれ、必ず出てください。出ないと白目が取れません、どの人でもね。といったところでグレー考察を終えて、まあ、1、4とか。アドバイスというか、4番さんにちょっとアドバイスというか、ちょっとやめてほしいことがあるんですけど、まあ、なんか、喋り口調で何々だからって言われると、自分喋るのが下手なので、よくそれで殴られちゃうんですよね。まあ、純粋に嫌な思いされる方もいるので、4番さんはそういった殴り方はしない方がいいです、いいと思います。なので、4番さん、なんか村人なので、どんどん論理的な考察を重ねてて、まあ、狼を追いやって釣っていただきたいなと思います。村の皆さん、頑張ってください。以上です。これ、俺、2神だと思うんだけど、どう ?5 神三振なぁ、きついなぁ。発言は自信っぽいけど、読んで囲ったからこその自信っぽいんよなぁ。5だと思う。まあ神的にやっぱりな三強だよね。そう、俺を疑ってんのは5だから。昨夜死んだのは4黒っぽいな。7番のプレイヤーは発言してください。発言してください。はい、5番さんが噛まれたということで、僕はハンターではありません。そうだね、5番さん噛まれたってことは、これ完全に僕を釣り位置にしたい神位置なのかな。5、6、7って怪しまれてた人、5、6いないんでね、今。そうですね。で、第1のヒル、3番さんがかなり神明高かったですね、最後の遺言が。なんで、その、第一のヒル考えたときに、なんだ？7番、1番9番か。
1番9番が僕に出てて、そうだな、僕の中でさっき1番白いって言ったんですけど、なんかこの残し方が7も黒いな、1番ちょっと黒くなったなっていうのが正直なとこですね。もう正直僕も自分で言うのもあれですけど結構黒くなっちゃってるんで、あとは皆さんのハンターさんのセンスに任せます。9番のプレイヤーは、うん、ハンター CEO だ。まず俺に従ってもらう。でね、まあやっぱり神的にはどうしても3は強靭になっちゃうんだよね。俺ハンターだから従ってもらうんだけど、で、14か17で考えてる。2はね、黒くないと思うんだよね。なんで14か17で考えるんだったら1番釣りなのかなっていう、まあ1番がね、あんまり、まあ17考えるんだったら14の方かなって思うんだけど、7番もな、黒いんよな、普通に。2はね、俺白いと思うよ。まあごめん、間違ってたら申し訳ねえけど。なんで、まあ2狼考えるならそこ、16とかもあんのかな、初日に切ったみたいな感じで。申し訳ねえな、ちょっとな、わかんない。4はでもやっぱ神的にめっちゃ黒いんよな。1番 CO あるならしてもらいたい。4番ももちろん。まあ今日1か4でちょっと考えたいなって思ってます。まあ気持ち的には1。なんか特別なことない限り。1番のプレイヤーは、正直私目線3進で置くんだったら2、7どっちかに黒なんですよね。で、8進で置くんだったら4も黒い、これは確かに黒い。で、正直僕初日からもう7番2周目の発言から黒いなとは思ってたので、私は7番に今日は入れます、ね、9番さんは私に入れるって言ってたんですけど、正直そうだな、3進8進どちらも置いたいので、4かばうね、7番に入れる、で3番さん2番黒って言ってて、確かにそれもあるなと思ったんですけど、初日からちょっと白いなと思ってたんで7に入れます。2番のプレイヤーは発言してくれます。9番さんハンター CEO ありがとうございます。まあ、ハンター CEO しなくてもね、ここまでハンターは出てこなかったことで、なんか大体ハンターだろうなと思ったんだけど、それで、まあ、とにかく今の発言1 黒かったよね。みんな聞いてたと思うんだけど、まあ、4黒も置いたいとこなんだけどさ、16、ちょっと疲れてきたな。16黒って全然あるんかなと思って、初日投票が、まあ、そこをまあ見てどうにかなるかっていう話になるんだけど、1が7に入れてるんだよね。もう9も7に入れてるんだけど、ハンターってそれはないよね。だから16で、7を釣りに行きたかったのかなって思ってる。今も7を釣りたがってるし、だから1、今日釣っちゃっていいんじゃないかなって思ってるんだよね。じゃあ、これは1に入れようと思う。4番。だよね。プレイヤーは発言してください。発言してください。カタシさんは、まあ、確かに、まあ、そうだな、9番がハンター。まあ、太鼓が出へんかったっていうことは、まあそうだな、9番の指示に従おうと思う。そしてまあ確かに、まあ1、7、どちらかが、まあ、確定で黒だと、俺は思ってる。まあ2番は、まあ正直、人狼だとしたら静かすぎる。なんで、1、7、どちらかだと思っている。そしてまあ、個人的な感想だが、まあ確実に1番の主張がとてつもなく怪しすぎる。まあ、正直9番が1と4怪しいって言ってる時点で1番は俺に入れないといけないはず。なのに7番に入れてるっていうことは、まあとりあえず1番でまあぶち殺したらいいんじゃないかなと思う。お前色わかんねえな、黒い気がするわ。違う、私じゃありません。何か、まあ、すり寄りが1番は単純に気になるしね。1番のプレイヤーが選ばれました。ゲーム終了、村人の勝ちです。16だったか。
あー、三振だったんだ。三振。やめとこ、なんか後付けみたいで。これ無理、まあ無理だよな、そうなったら。真だったね。噛みやすい方の占い師噛んだって感じか。いや、4黒いわ。まあ、もうすり寄るしかなかったんや。生き方やったんや、あいつの。やっぱベグってするんだね。やべえ、キュアホワイトまた来ちゃったよ。ポカリスエットと午後の紅茶どっち飲みたい？ベグだったね、占い。やっぱ6番黒だったのか。4黒かったもん。聞こえてない？え？